なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。クモですが、何か299エルフの里攻防戦11、300、終戦、そして朗読を始めます。クモですが、何か299エルフの里攻防戦11。どれくらいの時間が経ったのか。私の感覚では相当長い時間戦い続けていた気がする。けどそれも体感時間を長くさせていた私の主観にしか過ぎず、実際には案外短い時間だったのかもしれない。もう何度目になるかもわからない攻撃を繰り出す。私の抜き手がロボの胸に突き刺さり、発動した下道魔法がその機体に宿った魂を破壊した。ロボは一度だけ痙攣するかのようにその体を震わせ、動きを完全に止めた。手を引き抜いても、うがたれた穴は再生することなく、支えを失った体はあっけなく地面に倒れる。存外軽いカシャンという音が、魂という重みを失った抜け殻の奏でる音のように思えた。終わった。いや、まだだ。このロボはポティマスの切り札ではあっても、ポティマス自身ではない。ポティマス本人に引導を渡すまでは、終わりじゃない。とはいえ、きっついわ。私の見た目は傷一つない綺麗なままだけど、中身はもうボロボロ。献上の効果で魂を削ってしまったせいで、ロボから奪ったエネルギーを多少干渉剤にできたけど、それもないよりかはマシって程度。今、献上の効果を解いたら、どうなることやら。ろうそくの火は燃え尽きる直前が最も輝くってね。頼むから、ポティマスを始末するまで持ってくれよ。終わったなら外に出て。頭に直接響くような声。シロちゃんからのメッセージかな。魔術妨害結界が今だ発動してるっていうのに、さらっとこういうことしないでほしい。自信なくすわ。ともあれ、シロちゃんがわざわざ呼ぶってことは、外に行った方がいいってことだよね。入ってきた時に閉まった扉を力で強引にこじ開ける。さすが、神を閉じ込めておこうとしただけあって、開けるのに一苦労した。ヒーヒー言いながら扉を開け、これまたヒーヒー言いながら長い坂を登り、外に出る。そこで目にしたものは、なんていうか想像の遥か上のものだった。あっちこっちで燃え盛る森。火の手が上がっている場所には、なんだかよくわからない丸い巨大な物体が転がっている。そんな地獄のような光景の中で、ひときわ目立つ巨大なシルエット。空を覆い隠すかのような、巨大な円形の物体が飛翔していた。シロちゃんの記憶からそれを一言で表現するなら、UFO。宇宙人が乗ってるとかまことしやかに噂されてるあれだ。けど、あながちこの表現も外れじゃない。宙に浮かぶ円形のそれは、正しく宇宙船だろうから。ポティマスがこの星の現状を知らないはずがない。そんな砂上の楼閣のようなこの星にポティマスがこだわる理由は、システムがあるから。さっきまでシステムのことを随分と足ざまに罵っていたけど、それは期待を裏切られたからこそ。ポティマスはシステムに期待していた。自身を神にしてくれるのではないかと。けど、ポティマスは神になれなかった。それでも、一縷の望みをかけて、ポティマスはこの星に居座った。もしかしたらいつか神になれるかもしれないと願いって。だけど、ポティマス本人だってそれが淡い期待だっていうことは自覚してたはず。だから、用意してて当然なのだ。この星から脱出する方法を。ポティマスはこの星からいつでも出ることができる。だからこそ、星が滅ぶようなことでも平然とできる。その星の脱出手段が、今空中に浮かんでるあれだというわけだ。もっとも、その脱出のための手段は、白い糸でがんじがらめに囚われちゃってるけど。園様はさながらクモの巣に引っかかり、捕食されるのを待つばかりとなったハムシ。うむ。実際その通り過ぎて笑えてくる。シロちゃん、あんたすげえわ。私がロボと戯れてる間に、何してくれちゃってるのさ。グッジョブすぎて言葉もないわ。あの中にポティマスがいるのは間違いない。私がロボと戦ってる時、途中からポティマスの声が聞こえなくなってたし、ロボを放棄してさっさと逃げ出してたんだな。あのロボも、
手間暇かけて作ったとはいえ、所詮ポティマスから見れば道具の一つに過ぎない。自身の命と引き換えにして、どっちを取るかなんてポティマスにとっては悩む必要すらない選択ってわけだ。宇宙船を縛り上げている糸のうちの一本が、私のすぐそばの地面にひっついている。糸の太さは人一人が乗って歩いても問題ないくらい。軽く周りを見回してみても、シロちゃんの姿はなし。ただ、こうもあからさまに伝っていけと言わんばかりに糸があるってことは、まあそういうことなんでしょう。糸の上に乗り、そこを足場にして登っていく。なんかさっきから登ってばっかだな。宇宙船からの迎撃が何かしらあるかと警戒したけど、それもなくすぐに宇宙船にたどり着いた。もうすでにシロちゃんによって無力化されてるってことかな。ざっと宇宙船の上に乗り、ハッチのようなものを探す。ほどなくして見つけたそれをやっぱり力ずくでひっぺがし、中に入った。船内は驚くほど暗い。照明がない。まあ、暗視のスキルがある私にはそんなこと関係ないけど。歩く。巨大なだけあって、通路もバカみたいに長い。歩く。ガラス越しに工場のような施設や農園のような施設などがあった。この宇宙船の中だけで、人の営みが完結できるように設計されているんだろう。ことによっては数百年単位で宇宙をさまようことだってあり得るんだから。システムに期待してただけじゃなく、先の見えない不安というのもポティマスがこの星を離れなかった理由の一つかもしれない。この星にはデュリエという神しかいないけど、他の星はもっとたくさんの神々がいるかもしれない。そう考えれば、迂闊なことはできないし。歩く。防衛用っぽいロボがわらわらと出てきたけど、さっきまで地下で戦っていたあれとは比べ物にならないほど弱い。蹴散らす。他のロボを相手にしてみると、あの地下で戦っていた、グローリアタイプオメガだっけか、あれが特別性だっていうのがよくわかる。歩く。規制を発しながら、ポティマスの分隊が襲いかかってきた。端正な顔立ちが、焦燥と恐怖で歪んでひどいことになっている。これまでポティマスは分隊が殺されようが、澄ました顔をこんな風に歪ませることはなかった。分隊はいくらでも使い捨てて構わないけど、本体は殺されるとそれだけ困るってわけだ。当たり前だけど、サクッと襲いかかってきた分隊を片付ける。今更機械によって強化されていようとも、分隊ごときで対処できる段階はとっくに超えてる。つまり、積んでるんだよ。歩いて歩いて、たどり着いたその先に、それはあった。透明な筒の中に入った、エレフの老人の体。その体には無数の管が接続されている。筒の中は特殊な素材か何かで凝固しているのか、老人はピクリとも動かない。やめろ、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 終わりたくない、終わっていいはずがない、私は永遠に生き続けなければならないんだ、頼む、やめてくれ。まあ、動かない代わりにスピーカーからは絶叫がほとばしってるんだけど、スピーカーからは絶えずやめてくれという懇願と、意味のない叫び声の入り混じったものが垂れ流されている。呼吸をしてないんだから、ずっと叫び続けることもできる。ポティマスにとって肉体は生きるための入れ物でしかなく、生きてさえいればそれでいいもの。動きたい時は分体を使えばそれでいい。この筒の中でみじろぎ一つせずただ生きているだけの肉体、これこそがポティマスの本体。こういう風になってるんじゃないかって想像はできてたけど、実際にこの目で見てみると哀れな姿だ。生きることに固執し、ただそれのみを追い求めた男の、これが末路。死にたくない、死にたくない、嫌だ、死にたくない、いい、いい。残念ながら、ポティマス、あんたには死よりももっとひどい目に遭ってもらうよ。わめき続けるポティマスに同情はしない。かといって、ざまあみろという感じにもならない。もっと何か込み上げてくるものがあるかと思ったけど、自分でもびっくりするぐらい何も感じない。深淵魔法。私のつぶやきを聞いたポティマスが、さらに狂乱した叫び声を上げる。深淵魔法は特殊な魔法。魂を破壊する下道魔法に対し、深淵魔法は魂を分解し、システムに還元する。ただ殺すだけじゃ、いけない。この男は、その魂でもって、この世界に対して償わせる。深淵魔法の準備にかかる。
けど魔法と違って深淵魔法には高度な魔法構築が必要になる。きっとリー様はわざとそうしてるんだと思う。神に対抗するために設定されたのが下道魔法。この世界の者同士で裁きを下すために作られたのが深淵魔法。生まれ変わらせるという選択肢を奪い、システムに還元させるという裁きを下す。それは生まれ変わらせるよりもこの世界にプラスになると判断されたということ。発動までに時間がかかり、実戦向きではないのがその証拠なんじゃないかと私は密かに思ってる。じゃあね、お父さん。もはや意味のある言葉を言わず、ただただ絶叫を上げるポティマスの本体に向かって深淵魔法を発動させた。そして静寂だけが残った。山岳、終戦、そしてシステムを監視していた分隊が勤勉の枠が空いたことを察知した。支配者権限の空白を埋めるようにすぐさま手配し、システムの稼働に影響が出ないように調整。さらに空いたその支配者権限の枠に私の存在を無理やりねじ込む。これで必要な枠はあと一つ。勤勉の枠が空いたということは、それすなわちポティマスが死んだということ。死んだというか消滅したか。死にたくないと生き続けたポティマスが、ただ死ぬよりも悲惨な末路をたどったのは何の因果なんだか。因果がありすぎて逆に困るくらいだわ。糸でがんじがらめにしていた UFO の中に踏み込む。ウニの大群と三角錐を撃墜したら出てきたこの UFO。 あのタイミングで出てきたということは、こいつこそがポティマスの最後の砦なんじゃないかと思って撃墜せずに捕獲したけど、その予想は当たってたっぽい。これで実はまだ隠し玉があるとか言われたらびっくりだわ。もしそうだったらポティマスの評価をさらに一段上げないと。まあポティマス本人が死んだってことは本当に最後だったんだろうけど、無駄に長い道をたどってたどり着いた先で、魔王が椅子に座って目の前のコンソールのようなものを操作していた。終わったよ。そう、魔王はこちらに振り向くことなく端的に言った。長い因縁に終止符を打って、いろいろな感情が渦巻いているのかもしれない。淡々とした口調が、むしろそういう感情が溢れすぎてて逆に自分でも自分の感情が理解できない状態になってそう。あんまりにも感情が溢れかえると逆に無感動な気持ちになるみたいな。これ見て。魔王がモニターを指さす。そこに映る文字を追ってみれば、ろくでもないことが書いてあった。転生者の魂を利用した神化実験。ねえ、長ったらしい理論やら何やらをはしょって言えば、それは転生者の魂を対象にぶっこんで神にしようという試み。ポティマスはシステムの力だけではもう神になれないと見切りをつけていた。いくら経験値という名の魂を集めても限界を突破することはできない。だったら新たな種類の経験値、すなわちこの世界とは別の世界の人間の魂、転生者の魂を使えば、あるいは限界を突破できるのではないかと。くだらねえ。いや、まあなんだ、こう言っちゃなんだけど、これ成功するビジョンが見えないって。この世界の魂収集しても限界突破できない。なら別の世界の魂使えばいいじゃない。それで神になれるんだったら苦労はないっちゅうの。ポロッと神になった私が言えた義理じゃないけどさ、こんな理由で転生者って集められてたんか。先生が浮かばれ。まあポティマスも本気でこれで神になれるなんて思ってなかったんじゃない、もしかしたらっていう淡い希望みたいな。でもその割にはすんごい慎重に理論を検証して装置作ってるみたいなんですけど。ポティマスゆえ致し方なし。モニターに映し出されている文章には、開発中の機材や実験を成功させるための検証結果なんかが事細かに記されている。転生者になるべくスキルを取らせないような生活を強いていたのも、システムによって魂がこの世界に馴染んで変質しないようにするためらしい。なんていうか、成功する確率が天文学的な低さの実験のために、涙ぐましいまでの細かい努力の跡が見受けられる。そこまでして神になりたかったか。なりたかったんだろうな。慎重に慎重を期して実行に移してなかったのが幸いしたね。あと1年遅かったら機材も完成して転生者たちはミキサーにかけられてたかも。
恐ろしいことを言わないでほしい。けど、魔王の言う通りだわ。今回はポティマスが慎重であってくれて助かった。まあ、もし転生者に手を出そうという動きがあれば、計画を早めて私が直接殴り込んできてただろうけど。これ以外にも、ここにはポティマスのこれまでの研究結果の資料がわんさか。わお、つい声に出してしまった。ポティマスの研究資料、ろくでもないのがいっぱいありそう。というわけで、ざっと中身確認したら壊しちゃうね。それがいいんじゃない。こんなもん、残しておいても害にしかならない。むしろ魔王が確認する必要すらないんじゃないかと思う。こっちはこんな感じだけど、そっちの守備は？誰に物を聞いているのかね。バッチリに決まってるじゃないか。ウニや三角錐の残骸はすでに回収済み。火がこれ以上森に広がらないように鎮火もした。そんでもって、地下に隠されていた秘密基地も跡形もなく消し飛ばしておいた。そして、エルフの生き残りは先生だけ。すべてのエルフの抹殺完了。ハーフエルフだとか、クォーターだとかは残ってるけど、純粋なエルフはもうこの世界にいない。そっか、じゃあ、あとはこの宇宙船を壊せば本当におしまいか。感慨深い。そうだね。そういう魔王の横顔はいつになく穏やかだった。あ、そうだ。約束、守ったよ。約束。ああ。死んだら許さないってやつね。無事に目標達成しました、ボス。魔王が椅子をくるりと回し、おどけた様子で敬礼してみせる。無事に、ねえ。それが無事と言えるの？死ななきゃ安い。魔王は笑って答えた。椅子から立つことさえできない、瀕死の状態のくせに。魔王の体に傷はない。けど、体ではなく、魂に深い傷ができてしまっている。あれだけ強大だった魔王の気配が、今はひどく弱々しい。どんな感じ？多分、少し休めば日常生活に支障がないくらいには動けるようになると思う。今まともに動けないのは魔力が枯渇しちゃってるから、それさえ回復すれば、とりあえず動けはする。つまり、戦闘は不可能、と。さらに寿命を縮めていいならできなくはないけどね。魔王。冗談だって、どっちにしろ私の寿命はもう長くない。もって一年ってところかな。残りは見届けるための余生に使うとするよ。もともと、魔王の寿命はもうあまり残っていなかった。それでも、まだまだあったはず。それも、今回の戦いで縮めて、残り一年。私の役目はここまで。本当ならもっと頑張りたかったけど、あとはシロちゃんに任せる。任された。じゃあ、始めるんだね。魔王の問いかけに、私はうなずく。世界の敵であるポティマスは始末した。ここから先は、世界を救うための物語。けど、私は世界を救っても、人類を救うとは言っていない。だから、私は人類の敵としての活動を開始する。さあ、人類を滅ぼして、世界と女神を救おうか。それが、女神の意に沿わないことだとしても、条件を満たしました、強欲のスキルを取得しました。条件を満たしました、称号、強欲の支配者を獲得しました。称号、強欲の支配者の効果により、スキル、鑑定レベル10、制服を獲得しました。クフ、死んだ、あのクソが死んだ、ああ、これで私は自由、待っていてくださいお兄様、この力さえあれば、お兄様を私のものにできます。私だけのものに、クフ、クフフフフフフ。次回は、雲ですが、何か、少年は夢を見る、過去編1、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。